選手された選手、船崎秀一郎選手、市木貴則選手はステージへお上がりください。はい、どうぞ。本日規定トリック競技1名ずつで、審査してまいりますのでよろしくお願いいたします。ステージ上では規定トリック競技が行われておりますが、ご覧の皆様に簡単にルールの説明をさせていただきます。規定トリック競技は参加する選手の年齢ごとにクラスが変わります。小学生以下、中学生から39歳、40歳以上の3つのクラスにそれぞれ分かれますが、実施していただくトリックは同じです。事前にエントリーが必要になりますが、参加費は無料です。最近はフリースタイル競技に参加する選手も出場していただいている機会が非常に増えてきましたが、フリースタイル競技にエントリーしている地区では規定トリック競技には出場できませんのでご注意ください。また参加できる地区は一地区のみとなります。昨年度までラダー部門として開催しておりましたが、本年度より規定トリック競技と名前が変わり、実施するトリックもトリックリストから当日朝発表される各スタイル6トリックずつを実施していただく形に変更となりました。満点は各スタイル6点満点の5部門分合計30点となり、獲得した点数の合計で優勝者が決定いたします。同率首位がいた場合両者優勝となります。ヨーヨーの交換は各スタイルの開始時のみ認められますが、同じスタイルへの挑戦中はヨーヨーの交換ができません。使用するヨーヨーに制限はなく、ヨーヨーやストリング調整も可能ですが、ステージ上でトリックの練習はできません。フリースタイル競技とはまた違う緊張感が味わえる規定トリック競技、初心者の方から中級者の方でも気軽に参加できますので、よろしければぜひエントリーしてみてください。
ストライアングルですね。この仕方は自由となります。続いて市木隆則選手ステージをお願いします。最初のあれが、はい
以上です。